険だ冒険。またかわせない。みんながそばにいてくれろ。吸引術の開始。リズム乗れるかい。あてに対して方向を向け。ヨーブラザーシェイセゴルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は元素付着についての説明にしたいと思います。ちょっと参考にしたサイトとかは後でツイッターの方で僕がツイートをつぶやきますので、よかったらぜひフォローと今後の情報共有お願いいたします。はい、じゃあ始めたいと思います。まず元素付着時間でのを説明したいと思うんですが、元素攻撃をして元素が付着した時間ですね、つけてからその元素付着がなくなるまでの時間のことを元素付着時間ということで指してまして、その元素時間が大きく分けて12秒続くか 9.5 秒続くキャラクターがいます。でその中でキャラクターとスキルによっても微妙に違ったりするんで、そこら辺は参考にした原神ウィキ様の方で見てもらえると思います。でこの時間内で例えば12秒続くとか 9.5 秒続くとかの中で残留消失時間ってものがあるんですけども、その元素反応それぞれによって元素を残留するのか消失するのかっていう時間が決まってるんですが、その時間内に元素反応を起こすとその元素が残留して元素反応を2度与えることができます。で元素消失時間の説明もこの後していきます。で残留消失時間なんですが、まず元素が付着してから元素反応を起こすとき、元素残留するのか元素消失するのかが決まる時間のことを指します。例えば残留消失時間が4秒だった場合、4秒以内に元素付着してから4秒以内に元素反応を起こせば元素が残留することになります。ただし元素反応時に元素が残留する組み合わせがあります。はい、ちょっと複雑になるんですけども、元素反応で元素残留する組み合わせなんですが、原則として多いか同等の元素付着時間に対し残留消失時間が発生するわけですね。
風元素の場合はこれが時間じゃなくて強弱表記で、例え例ですね、消失時間内、カフカの場合は 4.5 秒なんですが、12秒で付着した元素に対して 9.5 秒の元素で元素反応を起こせば元素付着するという形になります。まあ、今回の動画のサンプルで言うと、12秒の雷元素レザーに対して 9.5 秒の深淵で元素反応を起こすカフカ、これが 4.5 秒以内、レザーが付着した 4.5 秒以内に、深淵で元素反応を起こせば1回目は元素が付着したまま残るって形になります。ただ2度目に関しては残留消失時間内であったとしても消失することとなります。はい、そして核酸と岩の結晶ですねに関しては、付着時間がないことから、表記の仕方が変わってきます。で、必ず与える側の設定になってるんで、元となる12秒と 9.5 秒に対しての弱中が乗ってくるような形になりますね。で、強弱表記なんですが、他のキャラで言うと弱が 9.5 秒の設定で中が12秒の設定と同じようなイメージだと思います。では最初の動画で、一応言葉も加えながら最後にもう一回説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはベネットで非元素をつけていく、これが12秒の付着でですね。で、これで燃えてます。で、スクロースがそれに対して弱の拡散で やっていくと。で、これで乗ってます。まだ乗ってるものに対して、残ってるものに対してカフカをかけていきます。で、ここで元素が消失します。2回目なんで、次に、レザーの6凸効果で雷を付与しました。これが12になります。で、この12に対して 9.5 秒の深淵のスキルでカフカが発動。で、その後にさらに元素で元素付着ですね、元素爆発 でシールドで継続ダメージを作っていく。で、それに対してスクロースの弱で、非元素がついたままの状態で、拡散が入ってます。で、さらには元素爆発を打つんですが、元素爆発を打ってるんですが、拡散が入る前に深淵の継続ダメージが一発入って新品の状態になってますね。で、それに対して、弱の拡散が元素爆発ので入ってます。ただ元素が残ってますんで、総来のやつが入ってて、元素が、消失、その後継続ダメージが入った直後に雷ダメージで過負荷がさらに入ってます。で、ここで元素が消えるんですが、またさらに継続ダメージが入ってスクロースの拡散が入って、で、その後レザーの連撃で過負荷が入っていく、深淵の、炎が継続で入っていく、スクロースの、拡散が入っていく、で、またレザーが撃つみたいなループになってます。はい、じゃあ今日はどうもご視聴ありがとうございました。本日はこういった形でレザー、ベネット、深淵、スクロースっていう形でやってったんですけども、こういう元素反応を加えていく上で非常に優秀なキャラクターの一つとしてスクロースが挙げられますね。で、今回この元素反応と付着時間を利用した戦いに非常に優秀なスクロースっていうビルドがありますんで、それはこの後また公開していきたいと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録と高評価をして応援していただければと思います。おそらく今日上げると思いますんで、ぜひぜひ見てください。次の動画で出します。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。生放送とか僕よくやってますんで、ぜひぜひそっちの方にもお越しいただき、コメント等をいただけると非常に嬉しいです。あとツイッターなどやってますんで、そこで情報共有、今日の動画の参考にしたホームページとかもつぶやく予定ですんで、ぜひぜひそっちの方のツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。しらせゴールドで検索できます。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。